おはようございます。12月29日第128回ココナカヤニマルラジオになります。ひょんなことからね、姫匂いの、大きい個体がね、うちに来ました。来年のね、繁殖をするために今種親探しをしているところだったので、とてもありがたい話で、ね、本当見つけてくれた方には感謝しかないです。お願いしたらね、一瞬で見つけてきてくれたんでね、やっぱり力がある人は違うなと、本当に感謝しています。まあ、姫匂いね、まあでも肝心要のオスがまだいないっていうところでね、今後ちょっとそこをね、しっかりやらないといけないんですけど、まあどうにかなるのかなと思いながら、いろんな人にちょっとね話を聞いているところです。なんか甲羅がやたら摩耗しているっぽいような感じなんですよね。だからどういう環境で飼ってたのかちょっとあれなんですけど、大きいやつと一緒に飼われてたのかもしれないですよね。で、成長線の部分は、新しい甲羅になってるんで、だ間違いなく摩耗してるんですよね。なんでちょっと気になるところではあるんですが、まあまあ全然面白いんでね、これから繁殖がね、うちでうまくいけるのかどうか、頑張ってみたいと思っています。繁殖するためのね、入れ物とかはね、そこそこあるんですよね。まあ、監督相模が勝手に増えてしまったような入れ物だと、関東でいけるんだったらね、姫匂いだったらもうサイズ的には全然余裕なんで、逆に姫匂いでいけそうなやつ、もうちょっとちっちゃいやつがね、別でもう一個あるんでね、そっちを使おうかなと思ったりしています。まあ何にせよ、まだオスをね、手に入れてないんで、繁殖だどうこうっていう話にもならないんですけど、まあ一応そこを目指してね、姫匂い水槽は今ちょっといい水槽に出てね、見ながら楽しんでいる感じです。今若干冷えてたのかなとは思うんで、ここからちょっとね、あったかいところになっちゃうんで、まあ、それで大丈夫なのかなという心配もありながら、まあ詳しいブリーダーさんにちょっと会う機会があるんでね、そこでいろいろ話を聞いていこうかなと思っております。お頭姫匂い、本当ね、でも優しい顔してますよね。もっと怖い顔のでかくてっていうイメージだったんですけど、思ったより優しい顔してて、可愛らしい。まあオスメスでも顔つきの違いとかがちょっとあるのかもしれないですよね。なんでこれがね、ちょっと変なことからうちに来ることになった姫匂い、になります。で、あと昨日ね、ちょっといろいろいじってて、関東草亀をね、部屋に入れました。ちょっと寒すぎるんで、なんか関東も誰かに聞いたんですけど、関東は南の方にいるからそんなに冷やしすぎなくてもいいんじゃないのっていう話をされてて、まあ、今年もちょっと寒いなと思っていたんで、じゃあちょっと入れましょうかということで中に入れました。なんかここは上がもうちょっと綺麗だったらね、美角があって綺麗に取れるのかもしれないですね。なんかちょっと、まあ、苔が生えまくっちゃってるんで、そういう掃除もね、年内した方がいいのかなって思ったりしています。まあ水槽のね、床直しもしないとね、金魚ですか、もう苔だらけなんでね、水替えはちょいちょいしてるんですけどね。で、まして、まあ育っちゃうんでどんどんでかくなってね、やっぱりちょっと気温が冷える方が病気が出なくて、ここのね、ところは全然病気が出ないでね、元気になってやってますね。逆に室内がちょっとね、一回ちょっと結構大変なことになったんですけど、やっと今また落ち着いてね、金魚自体は元気にしています。なかなか魚もね、難しいなと、思いながら、やっている次第ですが、いろんなのがちょっとね、まあ、室内も美角の避難所みたいになってますし、で、ショートボディコクレンのところなんですけど、ちょっと細かい魚がちょろちょろ今入ってますよね。これまたまた用に金魚じゃ高いからって、ザコを買ってきたら、ザコの中にね、多分これあれ、ゼゼラだと思うんだよな。最初、多分土引きこっちだ。こっちがゼゼラっぽいんですよね。
立ち終わったのちっちゃい日かな。で、あとあの、うちの餌に入れようと思って金子を見たら、金子が一匹いたんですけど、多分これ、タイバラじゃないようなところだったんで、とりあえず一匹ね、弾いておきました。昔から僕、ザコを餌でよく飼うんですけど、ザコを餌で飼うね、楽しみとしては、その、混じり抜きができるんですね。で、ここのザコは、今まで僕がこの辺で飼ってたザコと違ってね、面白い魚がいっぱい入ってて、ね、ザコを買った金額でね、面白い魚が買えちゃって、ザコがタダになってるようなぐらいね、いい買い物ができるザコなんで、またちょっと買ってこようと思います。まあ餌もね、いろいろ考えながらやらないといけないっていうところで、まあ、今小枠が高いんでね、小枠以外の餌を探してみたりとかしていろいろやってますが、あんま聞かないと思うかな。でこれ関東の、昨日ちょっと外から中に出たペアですね。もう産卵してるんで、ね、よいしょ、久しぶりに色がちょっと薄くなってますね。これオス、よいしょ、メス、お綺麗ですけど、これ豚尾だったんですよね、もともと。で豚尾で当時関東が高かった時に安かったんですけど、今で言うとだいぶ高い値段で買っちゃったんですけどね。まあでもその時に買ってたから今繁殖に使えてるのかなっていう感じです。昨日なんか中に入れようと思って探したら、オスはねすぐ、砂地の上にいたんですけど、これメスいねえなと思って、で水もほとんど抜いちゃってたんで、なんで中にもいないしどこにいんだろうと思ったら砂に潜ってるんですよね。あ、砂に潜るんだと思って、完全に潜っちゃってたんでね、びっくりしました。まあでも入れた感じで元気なんでね。でここ下は水温結構低いんで、多分20度ぐらいなんで、まああったかくなりすぎずって感じですけど、でも昨日オスがちょっと下がってたっぽいんでね、もしかしたらまたもうかかってるかもしれないですね。そうすると今年も関東のね、子ガメを拝むことがもしかしたらできるんじゃないかなという楽しみが、あります。排泄物とかで一気に水が汚れちゃったんで、ちょっとね、水中にいるとあまりよく見えないですけど、まだ20いってないかなっていうぐらいのサイズなんですけどね、もう産んじゃうんですね。卵の数が多分5個とその時で産んでたんで、まあまあ数も産むなっていう印象ですね。まあ、ここからもっと大きくなるとね、もっと数を産むと思うんで、あとはね、すごい綺麗な個体が出てくるの楽しみにね、やっていきたいなと、思っています。まあ、実績がある生き物なんでね、今後もちょっと頑張りたいなと。で、まあ萌え木もですよね。萌え木は特にメスにちょっと今ね、紫外線をいっぱい当てて、オスはまだ成熟してないからもうちょっとかかるんでね、オスも餌とかをちょっと考えながらいろいろやっていきたいなと思ったりしています。なのでカメがバカスカ増えていますが、まあ将来ね、子供を産んでくれていいカメがね増えてくれたらありがたいなと、そういうふうに思うばかりです。でもう年末もあとわずかという感じなんですけど、あっという間にね、今年1年も終わってしまいそうです。で来年もね、なんかバタバタしてたら、あ、もう終わっちゃったみたいになってるような気がするんですけどね。まあ全力で来年もね、取り組みたいと思いますし、今年ね、いろいろ全力でやってて、まあいろいろありましたけど、結果良い方向にね、迎えたなと。断捨離ができたっていう感じですかね、自分の中で。そういうのは大事だなと思うんで、ここからね、来年2023年さらに頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。あとなんかまた大河君の動画にちょろっと出たりとかね、いろいろしてるので、もし見たい方いたらぜひ見てみてください。相変わらず亀のことばかり喋っていますので、よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。